カラマズーは、アメリカ合衆国ミシガン州ロワー,ー半島南西部、カラマズー郡に位置する都市。人口は74,262人。カラマズー郡一郡のみでなる都市圏は253,31人。バトルクリーク都市圏、及び、周辺の2つの小都市圏を合わせた、広域都市圏は493,020人の人口を抱えている。 カラマズーはローアー半島南西部における産業、文化の中心となっている都市である。加えて、学術都市としての要素も持っており、一流のリベラルアーツカレッジであるカラマズー大学や地域密着型の州立大学である西ミシガン大学がキャンパスを置いている。また、ギブソン発祥の地としても知られている。また、カラマズーは日本の作家、 長い花風が1904の5年にかけて今日構えていた地でもある。カラマズーの使命は市内を流れるカラマズー側に由来している。しかし、カラマズーという名そのものがどこから来ているのかということに関しては以下のように諸説ある。ヘンリー・スクールクラフトによる解釈をもとにした説。ネイティブアメリカンのポタワトミ族の言語で、 カワウソの王を意味するネギカナマゾから来ているとしている。ポタワトミ族のフリートフッドの伝説に基づくとする説。花嫁を勝ち取るために、フリートは、居住地から貸しのある地点まで走っていき、ポットに入った水が沸騰する前に戻ってこなければ、ならなかった。これは、白人の入植者がこの地に定住するようになる、数十年前、1810年頃のことであったと。 考えられている。1823年に描かれた地図には、ポタワトミ族の言語で、沸騰する水が入った、ポットを意味する、キーコロメゾという語が記されている。この語が、フリートフッドの伝説に由来していると考えられている。土着のオジブワ族やオタワ族の言語で、煙でいぶされたという意味のギコナマ族から、点火したという説。 カラマズー川の暗い流れを表しているとしている。もともとこの都市は川を歩いて渡ることが容易な浅瀬の近くに作られたことからカラマズーという語が川の浅瀬を意味しているとする説もある。初期の公式詞にはカラマズーという名はインディアンに駆られた動物がもがき死ぬ場所という意味のネイティブアメリカンの言語に由来していると記されている。 カラマズー市内の商店で売られている、イエス、ゼアリアリーズ、エーカラマズーとプリントされた T シャツその一風変わった名から、ティンブクトゥからカラマズーまでとよく称される。カラマズー市内では、イエス、ゼアリアリーズ、エーカラマズーとプリントされた T シャツが売られている。また、オペラやジャズ、さらには、ポップカルチャーの中にも、カラマズーの名はしばしば出てくる。 フィリップ・グラスが1976年に発表したオペラ、渚ギサのアインシュタインにはカラマズーの名が出てくる。グレン・ミラーは、アイブ・ガッタ・ギャル・イン・カラマズーという楽曲を出した。ベンフォールズ・ファイブ、プライマス、ドクター、フリーマンザ・ディフェンダーズ・オブ・ザ・ユニバース、ルナ、マイク・クレーバーはそれぞれカラマズーというタイトルの楽曲を発表した。 ジョニー・キャッシュの I've Been Everywhere にもカラマズーが登場する。また、ダスカルズのオール、オーバー・ザ・ワールドや、クリーデンス・クリア・ウォーター・リバイバルのダウン・オン・ザ・コーナーにもカラマズーの名が出てくる。2006年に発表されたインディペンデント映画、カラマズーは、タイトルにカラマズーの名を冠しているのみならず、ストーリーもカラマズーを舞台とし、撮影も全編にわたって、カラマズーで行われた。 紀元前からこの一帯にはネイティブアメリカンによるホープウェル文化が栄えていた。現在のダウンタウンにあるブロンソンパークにはホープウェル文化の特徴の一つでもある死者を葬った小さな塚が残っている。ホープウェル文化は8世紀頃に衰退し別の部族にとって変わられていった。ヨーロッパ人が入植し始めた頃にはこの地には ポタワと民族が住み着いていた。記録に残っている中では、この地に足を踏み入れた。最初のヨーロッパ人は、ロベール・カブリエド・ラサールであるとされている。ラサールは1680年3月の終わり頃に、この地を訪れた。初期のヨーロッパ人定住者は主に18世紀終盤から19世紀初頭に、かけてこの地に入植した毛皮取引所であった。 ケガワ取引所たちの越冬や、1820年頃の取引所の存在についての記録も残っている。下院上院両方の議員を務めたチャールズ・イ、e、ース・チュアートは1835年に、カラマズーに移住し、カラマズーで生涯を終えた。米英戦争中には、イギリス軍によってこの地に、カジバと牢獄が置かれた。1821年に、 アメリカ合衆国連邦政府とネイティブアメリカンとの間に締結されたシカゴ条約によってグランド側の南側はすべてアメリカ合衆国の領土となった。カラマズー側のほとりのこの地にはシカゴ条約によってネイティブアメリカンの村となる3マイル四方の土地が確保された。その6年後、1827年に締結されたセントジェセフ条約により この村もミシガン巡州に編入された。1829年、コネチカット州出身のダイタス・ブロンソンは、白人入植者としては初めて現在のカラマズ、市域内に家を建てた。翌々年の1831年には、ブロンソンは区画を整理し、作り上げた村に、自らの名を冠した。 ブロンソンはよく、エキセントリックで議論好きな人物と言われ、後に、町から出て行った。1836年、ブロンソンが桜の木を盗んで罰金刑に課せられた、ことなどもあって、ブロンソン村は、カラマズーに改名された。しかし、ブロンソンの名は、現代のカラマズーにおいても、ブロンソンパークをはじめ、市内の各所に残っている。カラマズーは1838年に、 正式な村となり、1883年に市に昇格した。市に昇格してからもカラマズは成長を続け、1970年には人口85,555人を数えた。しかし1970年代に入ると、その成長にも陰りが見え始めた。この頃になると、カラマズ公立学区でも差別撤廃に向けたバス通学が行われ、 ダウンタウンの学校に通っていた黒人の生徒を白人の多い郊外の学校へ、また白人の生徒をダウンタウンの学校へそれぞれスクールバスで通わせるという取り組みがなされた。しかしこの取り組みは万人に受け入れられたものではなく、からまず公立学区を避け、隣接する学区に引っ越す白人の家庭が出てくるようになった。この結果、かまずの地域人口は、 その後20年間で約1割減少した。それでもデトロイトなどよりホワイトフライトの激しかった州内の他の大規模な学区に比べるとうまくいった部類に入るものであった。このバス通学生は1990年代後半まで続いた。カラマズーは北緯42度17分24秒整形85度35分24秒。 北42.29000度成形85.59000度、42.29000-85.59000 42. に位置している。シカゴとデトロイトのほぼ中間点に当たる位置にあり、両都市から、それぞれ 230km ほどの距離である。また、西西岸の中心都市グランドラピッズからは南へ、約 80km である。 アメリカ合衆国統計局によると、カラマズー市は総面積6 5 2ートルである。そのうち6 3 9ートルが陸地で1 3ートルが水域である。総面積の1.99%が水域となっている。地域の大部分は、カラマズー側の南西岸に広がっているが、地域の一部、面積約7 3ートル。 2.8ミの地域は対岸に位置している。アルカディアクリークやポーテージクリークなど、いくつかの小さな支流は、カラマズ市内を曲がりくねりながら流れている。市の北東部は、比較的平坦な地形であるのに対し、西部から南部にかけては低い丘が連なり、やや起伏のある地形になっている。また、一帯には、小さな故障が点在している。 ダウンタウンの西に隣接するスチュアート地区は古くからの住宅地でビクトリア様式やクイーンアン様式の家屋が立ち並んでいる。ダウンタウンの南西に隣接する地域にはカラマズー大学や西ミシガン大学がキャンパスを構え学生向けの住宅が多く建っている。市の南西部には高級住宅地が形成されている。一方、 市の北部や東部には低所得者層が多く住んでいる。ダウンタウンの南の所地区には住宅地と商業地が混在し小売店が集中している。カラマズーはシティマネージャー制をとっている。カラマズーの市議会は7名の議員からなっている。改選は2年ごとに行われる。最多得票で当選した者は市長、議長となり2番目に 得票の多い者が副市長となる。しかし、市政の実質的な責任は、シティマネージャーが負う。シティマネージャーは、市議会に雇用され、市議会への報告義務を負っている。カラマズー大学西ミシガン大学1833年に創立された、カラマズー大学は、ミシガン州内の私立大学の中でも、 最古の部類に入る長い歴史を誇る一流のリベラルアーツカレッジである。同学は US ニュースワールドレポート誌の大学ランキングで全米のリベラルアーツカレッジの中で第67位に入る評価を受けている。学生数は約1300人、学生体教授の日は約13、1で少数精鋭性による教育を行っている。同学は 約85%の学生が在学中に3から12ヶ月間留学する。また、約80%の学生がインターンシップを経験する。卒業後の博士号取得率が高く、1997アニ・0ンロの統計では、全米第21位の取得率を誇り、スタンフォード大学よりも高い。同学は、 日本の早稲田大学と交換留学協定を結んでいる。同学はダウンタウンの南西に隣接するエリアにキャンパスを構えている。西ミシガン大学はカラマズー市内にウェスト、イースト、オークランドドライブ、パークビューの4カ所のキャンパスを有している。このうち最も規模が大きくしばしばメインキャンパスと呼ばれるのがカラマズー大学同様ダウンタウンの南西に。 隣接するエリアに広がるウエストキャンパスである。こちらは約2万4000人の学生を抱える大規模な総合大学である。同学では毎年5月に国際中世史学会が開かれ、世界中から中世史の研究に携わる教授、学生約3000人が集まる。この学会では大学院生が重要な役割を果たしている。この他、カラマズーには カラマズーバレーコミュニティカレッジとダベンポート大学がキャンパスを置いている。カラマズーバレーコミュニティカレッジは約1万1000人の学生を抱える2年生のコミュニティカレッジである。ダベンポート大学はグランドラピッズに本部キャンパスをミシガン州とインディアナ州の20カ所に分校キャンパスを置く高等教育機関で MBA プログラムも有している。 カラマズーにおける K12 課ほどは、カラマズー公立学区の運営する公立学校によってカバーされている。同学区では、特殊化からの寄付金によって、カラマズープロミスと呼ばれる、奨学金制度が設けられている。これは、カラマズー公立学区の管轄する区域内に住み、カラマズー公立学区の公立学校を卒業した生徒が、ミシガン州内の州公立大学もしくは、 コミュニティカレッジに進学する場合、授業料及び必要な費用の4年分全額を奨学金として支給するというものである。ただし、書籍代や料費、食費は含まれない。この制度は2006年度卒業生から始められた、カラマズ交通センター。左右はバスターミナル。正面奥はアムトラック駅。カラマズの玄関口となる空港は、 ダウンタウンの南東約6キロメートルに位置するカラマズーバトルクリーク国際空港である。同空港にはデルタ航空がデトロイトメトロポリタンウェインカウンティ空港からの便を発着させているほかアメリカン航空がシカゴ空港を結ぶ便を提携航空会社で運航させている。東にデトロイト、西にシカゴやミネアポリスへと通ずる週間高速道路 I-94 は 市の南を通っている。グランドラピッズとカラマズーとを結ぶ国道131号線は高速道路規格となっており、市の西を通っている。ダウンタウンに立地するカラマズー交通センターはグレーハウンドをはじめとする中、長距離バスのターミナル、カラマズー都市圏交通局の運営する路線バスのターミナル、およびアムトラックの鉄道駅を兼ねている。 ロマネスク町の鉄道駅舎は国家歴史登録財に指定されている。同駅にはシカゴからポートヒューロンへ向かうブルーウォーター号とデトロイト都市圏へ向かうオルバリン号が停車する。これらの中距離列車2路線は一駅東のバトルクリーク駅で分岐する。この2路線にグランドラピッズへ向かうペレマーケット号を合わせた3路線の中距離列車はミシガン線と呼ばれている。 カラマズーの都市圏は、カラマズー群一軍のみからなっている。広域都市圏を形成する、各軍の人口は以下の通りである。以下に、カラマズー市における1850年から2010年までの人口推移をグラフ及び表で示す。カラマズーは、以下の3都市と、姉妹都市提携を結んでいる。ありがとうございます。